なんだ？なあ。ちょっと待った！なあ。いや、え？これどうする？さあ、あと。ほらよ。まさか。ほれ。じゃあ俺は寿司。おう。よろしく。なんか呼ばれている。あんた。実は今からその服がなくて。服がない。ええ、泡だけはあるんですけどね。泡？何言ってんだ。僕今こんな感じなんです。最近流行ってるらしいよ、日めくりカレンダー。アイドルが毎日一言応援してくれるみたいな内容が人気で、ファンが買ってるんだって。めくるのが楽しいっていいよね。へえ、めくる楽しさか。まあ、秒めくりカレンダーってどうかな。は？毎日1枚めくる程度で楽しいとすりゃ、毎秒めくったらかなり楽しいんじゃねえか。これはやするぞ。だが秒めくりにしたらずれた時どう修正するんだ。それは2枚抜きしかねえだろ。3秒ずれたら3枚抜きだ。抜かされたアイドルがちょっと気の毒だな。確かに。そうか、ダメか、秒めくりカレンダー。その結果には賛成するけど、他にもっとダメポイントがあると思う。はーい、一番よかったら一杯付き合わない？いいけど、さっちゃんは酒強いからな。軽く一杯ってことでよきゃ付き合うぜ。なんで最初からそんな逃げ腰なの。あんた酔わせてどうこうするわけじゃないし。なんだそいつは残念。さっちゃんってよ、実は今もキャバのママなんだよな。雇われのだけどね。一応言っとくと、その前は店のナンバーワンキャバ嬢だったんだぞ。じゃあ俺相手に飲んだってつまんねえかもな。気の利いた会話とかできねえからよ。そんなの期待してないって。私もそんな大層なもんじゃないし、あんたは客じゃないから気楽に飲めるのがいいの。そのキャバの営業は今どうしてんだい。オーナーは野々宮ってことだったよな。差し当たり店の女の子たちが店を見てくれてる。私は全然心配しなくて大丈夫だってさ。さっちゃんも店の娘たちを信じてるってことか。経営面も最低限は仕込んでたからね。私は教育熱心なママだったってわけ。そいつを自分で言うとこがたまに傷だ。そうね。それにその教育熱心があだになって家族とも喧嘩してた。家族って菜の葉か。あと施設に入ってた親父さん。今は菜の葉たち落ち着いているみたい。あんたたちのおかげでね。父は別の真っ当な施設に入ったし、菜の葉は前までやってた事務系の仕事を探してる。二人とは連絡取り合ってんのかい。いえ全然。キャバの子たちがこっそり様子見て知らせてくれるの。私が姿見せたら多分菜の葉怒るから。なんでだよ、そこまで仲悪いのか。まあね、もう7、8年は会ってない。電話では話しても会ってはくれないみたい。会おうって言うと何かと理由つけて断られちゃう。まあ元は全部私が悪いんだけどね。
まだ聞いてるぜ。つまんない話だよ。それでも聞いてくれんの？気にすんなって。どんな内容でも、さっちゃんの話ならいくらでも聞けるからよ。あら、じゃあ私が仕事の愚痴を10時間話しても聞いてくれるっていうの？ああ、お安い御用だ。優しいのね。それで、ナノハと仲違いした理由ってのは？まあ、私がおせっかいすぎたせいだよね。あの子のやることなすこと、全部に口出してたから。うちは物心ついた頃から母が病気がちでね。だから私がおっとりした妹の面倒を見なきゃって。面倒を見るって、双子なんだから同い年の妹だろ？性格が違ったし、ナノハは容量も悪かった。私の方は母譲りで我が強かったし、よなれてたかな。寝たきりの母も私のことを頼もしく思ってた。多分ナノハにでおっとりな父よりもね。なるほどな。父は小さな会社の営業で稼ぎが少なくてさ、それを助けるために私は中学出てすぐバイト、そして割のいい水商売の世界に入るまでそんなに時間はかからなかった。家族の家計を支えていたのは全部この私。母が亡くなってからその思いはより強くなった。だからナノハにだけはいい大学に行ってもらって真っ当な人生を送らせたかったの。それでおせっかいを焼きすぎた。うん。あの子が進学する大学も私が決めたし、仕事も安定した事務職にしなさいとか。でもあの子にとって最悪だったのは、付き合い出した彼氏のことまで私が口を出したこと。私はダメな男の条件を並べ立てて、彼氏がそれに当てはまらないかしつこく聞いたわけ。なんだよ、そのダメな男の条件って。不潔、お店で店員に偉そう、女を見下す、知り合いが偉いとか有名人だとか自慢する。他にもいろいろあるけど、ナノハの彼氏そのほとんどに該当したみたいね。コンサル会社を起こしてるとか言ってたけど、私はあの子にすぐ別れた方がいいって言った。それでナノハにキレられた。物は投げられたし、怒鳴られて大泣きされた。その様子を見ていた父にもね。ん？なんで親父さんにまで？父は自分の稼ぎがないせいで母を治せなかったと気に病んでた。だから私の稼ぎが良くなると肩身が狭かったみたい。以来私に何を言われても言われるがまま。でその時になって、ナノハが私に束縛されているのもずっと助けてやれなかったと泣き出したの。こらえてたもんが一気に出てきたんだな。そう、要するにナノハの彼氏問題はきっかけでしかなかったんだけど、その時だよね。私は初めて自分が家族に疎まれてたことに気づいた。さっちゃん。それが7年か8年前、私は家を出て仕事に精を出し続けてたわけ。そしてこの間、野々宮から電話をもらって家のトラブルを知らされた。あの菜の葉がソープで働いてまで私に助けを求めてこないなんて、ショックだったよ、本当に。ナノハが乙姫ランドにいたこと、サッちゃんは何も知らないことにしてるんだったな。あの子にしてみれば、私にそれを知られるのが一番嫌なことだろうから。ま、そうかもな。いつの間にか飲みすぎてたみたいね。私ここまで話す気はなかったのに。お酒、付き合ってくれてありがとね。一番
何かしら抱えてるもんだよな。それを言える誰かがいりゃまだマシってもんだ。足立さん、スーツなんか着てどうしたんだい？今からここで例の示談交渉があるんだよ。ああ、たかし君がバンパーをこすった件か。車のオーナーがたかし君に100万円も請求したから、足立さんが代わりに示談交渉をするんだったな。どうせ相手は詐欺師だろうからな。詐欺師相手にわざわざスーツを着込むなんて、足立さんも律儀だな。いや、これに関しては事情があってだな。車のオーナーの連絡先を聞こうとして高志に手紙を送ったんだけど、高志から僕も示談交渉に同席しますって返事が来ちまってな。俺はずっと資産家山田を名乗って高志を援助してきたわけだ。やり取りは手紙のみ。この20年間一度も顔を合わせてね。つまり高志君は今日初めて山田さんに会うってことか。ああ、だから俺は資産家のふりをしなきゃいけねえんだよ。そのためのスーツってわけか。資産家にしちゃ色気のないスーツだな。仕方ねえだろ、これしか持ってねえんだからよ。とりあえずここにいるみんなにはすでに事情を説明して口裏は合わせてある。で、春日には示談交渉に同席してほしい。なんで俺が？取り巻きを連れてた方が資産家っぽく見えるだろう。そうか？頼むって。俺一人で資産家を演じきれる自信がねえんだよな。お願いだ。わかったよ。だけど足立さんは20年前高志君に事情聴取をしてんだろ。その時に顔を見られてるんじゃ。向こうは当時5歳だ。はっきりとは覚えてねえだろ。俺もだいぶ老け込んじまったし、バレることはねえさ。だといいけどよ。すみません、こちらに山田さんは？もしかして高志？はい。おお、大きくなったな。え？ああ、いや、初めてだな。初めまして、山田だ。ようやくお会いできましたね。山田さん、ずっと僕を支援してくださりありがとうございます。なに、君のような未来ある若者を支援することは資産家の務めだからな。ところで、このお店は？私が趣味で経営しているバーだよ。ジャズが好きなものでね。趣味でお店を経営できるなんてすごいですね。うん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 。で、あなた様は？私は山田様の秘書を務めております。秘書までいるなんてさすが資産家ですね。交渉の席に秘書を同席させるのは常識だよ。彼は実に機転の利く優秀な秘書でね。それは心強いですね。はあ。ところで、高志君がこすった車のオーナーってのは？長谷川さんという方なんですが、そろそろ来るはずかと。いらっしゃいました。わざわざこんなとこに呼び出しやがって。修理費の100万円は持ってきたんだろうな。その前にいくつか聞きたいことがある、長谷川さんよ。はあ、あんたが例の足長おじさんか。聞きてえことってなんだ？なんでバンパーの修理に100万もかかるんだ？そりゃ超がつくほどの高級車だからよ。そうだったのか。僕、車に全然詳しくなくて。見た目は普通の車みたいでしたけど。あれはパッと見普通のセダンだが、実は高級なイギリス車でな。本国まで修理に出さねえならねえんだよ。ふん。じゃあ次に事故の状況を教えてもらいましょうかね。
簡単な話よ。俺が信号待ちしてたら、このガキが自転車で横に止まったんだ。そん時にペダルでガリッとバンパーをすりやがった。高志君、それは間違いないのか？はい。最初はズボンの裾が触れたくらいかと思ったんですが、呼び止められて振り返るとバンパーに大きな傷が。ズボンの裾？ふざけんじゃねえ！俺はこの目で見たんだ、ペダルがする瞬間をな。おかしな話だな。何がだ？普通のセダンなら運転席から見えるのはボンネットまでだ。その下のバンパーは見えないはずだぜ。見えるんだよ、外車だと。お前ら乗ったことないだろ、左ハンドルに。左ハンドル？またまたおかしいな。あんたの車はイギリス車って言ったよな。イギリスも日本と同じ右ハンドルだぜ。これ以上ボロが出る前に自分から認めちまえよ。バンパーの傷は最初からついてたもんだったな。そんでその車は片落ちの国産車ってとこだろ。どうする、詐欺を認めておとなしく帰るんなら見逃してやるぜ。だけどこれ以上騒ぐってんなら俺の秘書が黙ってねえ。私は山田様の秘書でありボディーガードでねえ。くそ、案の定詐欺だったな。それも相当出来の悪いな。山田さんは最初から詐欺だと分かってたんですか？まあな、私にとって100万くらい大した額じゃないが、ああいう輩を退治するのも資産家の社会的義務だからね。すごい、本物のお金持ちってかっこいいですね。ところで高志、司法試験の方はどうだ？今年は合格しそうかい？それが先日受けた試験はダメでした。え、そうか、残念だったな。でも合格者の平均年齢は29歳です。僕もそこを目標に腰を据えて挑戦するつもりです。ってことはあと4年？はい、必ず弁護士になって山田さんにご報告します。それは楽しみだな、待ちきれないよ。それでは今日も勉強があるのでこれで失礼いたします。頑張れよ。あと4年も送金が続くのか。自分で決めたこととはいえしんどいな。4年で弁護士になれりゃいいけどな。どういうことだ？今回みたいな単純な詐欺に引っかかるなんて。たかし君は本当に法律の勉強をしてるのか？おいおい、縁起でもねえこと言うなよ。あの子は真面目なだけだよ。案外来年あたり合格するかもしれねえぞ。だといいけど。でもまあ、今日は資産家山田がうまくいったな。俺の秘書っぷりが良かったからな。バカ、俺がうまく立ち回ったからだろ。とりあえず祝杯をあげようぜ。ねえ、一番安い酒でな。No.
ナンバー、その後レジェンドモルトの件はどうだ。ここんとこずっとカウンターを観察してんだけどよ、この店ほとんど客が来ないだろう。まあマスターが趣味でやってるような店だからな。ウサギを頼むのは足立やさっちゃん、俺らの身内ばかり。ってことはだぞ、このまま放っておいてもレジェンドモルトを頼むやつは永遠に現れねえ。俺の悩みは取り越し苦労だったってことだ。そりゃ楽観的すぎねえか。マスターだって誰も飲まねえ酒を仕入れたりしねえだろう。いらっしゃいませ。うん、なかなか洒落た店構えだね。お客さん、うちは初めてですか。ええ、ほら、ちゃんと客だって来るしよ。一元なんて珍しいな。ある小塚からこの店の噂を聞きましてね。ほう、どんな噂です。幻の高級ウイスキーレジェンドモルトがあると。ええ、置いてますよ。ぜひともいただきたい。私は無類のウイスキー好きでしたね。どうしよう、一番。どうするって、謝るなら今しかねえだろ。俺、弁償する金なんか持ってないぞ。金のことは謝ってからだ。あの客が安酒を飲めば大事になるぞ。すみませんが、レジェンドモルトはお出しできません。なぜです。私が一元の客だからですか。いえ、レジェンドモルトにふさわしくないお客様だからです。ほう、それは私がグッドダンディの編集長と知っての発言ですかな。グッドダンディ、マジか。なんだそれ。車でもレストランでも高級なものばかり特集する金持ち向けの雑誌だよ。非常に残念ですね。レジェンドモルトが飲めればグッドダンディでこの店を紹介しようと考えていたのに。書かなくて結構です。その手の話には興味ありませんから。いいえ、あえて書かせていただきますよ。このバーは客を襟好みする悪質店だとね。喧嘩を売ろうってんですか。そちらがレジェンドモルトの提供を拒んだのが原因でしょう。仕方ないな。拒んだ理由を話しましょう。うちのレジェンドモルトはある一人のお客様のためだけに仕入れたものでしてね。その人以外にはお出しできないんですよ。誰なんです、その客は。その昔、俺は一人の女性客に惚れちまいましてね。自分の気持ちを伝えようと決めてレジェンドモルトを仕入れたんです。その女性が一度でいいから飲んでみたいと言っていた酒でしたから、俺はレジェンドモルトを置いて彼女が店に来るのを待った。だけどいつまで経っても彼女は店を訪れない。半年たち、一年経った頃、彼女が交通事故で亡くなったことを風の噂で聞きました。うちのレジェンドモルトは彼女に捧げる弔いのボトルなんです。これでもまだうちのレジェンドモルトを飲みたいと。私は数々のバーを巡ってきたが、あなたほど粋なマスターは初めてです。実にグッドな、いやグレートダンディだ。ボトルの中身がバレずに済んだ。それにこの先も永遠にバレることはねえ。これで一件落着だ。もうそんな問題じゃねえだろ。正直にマスターに告白して謝るしかねえよ。え？マスターの話を聞いただろ。あのレジェンドモルトはマスターにとって特別なものだったんだ。それは分かってるけどよ。でも俺弁償するような金ねえよ。
慌てるなって。難波に金がねえのはマスターも承知さ。弁償金だって分割にしてくれるはずだ。分割？ああ、月々1万円でも5000円でもいいさ。難波が払える分で返していこうぜ。うん、確かに月に5000円なら払えるかもな。でも全部返すのに何年かかるんだ？大きな収入があった月は多めに払えばいい。そうやって臨機応変に対応していけばそう長くかからないだろう。そうだな、冷静な助言ありがとうよ。バカな客だったぜ。俺の作り話を鵜呑みにしやがって。作り話？惚れた客の女？そんなもんいるわけねえだろ。だったらなんでレジェンドモルトを出さなかったんですか？この店を始めるとき、高い酒の一本くらい置いとかなきゃ格好がつかねえと思ってな。拾ってきたレジェンドモルトの空き瓶に安いウイスキーを詰めたんだ。ただの置物だよ。あんなバカ高い酒めったに頼む客はいねえんだが、たまに今日みてえなのが来るんだ。その度に同じ作り話で客を追い返してんのよ。ってことは難波がこっそり飲んだのはただの安酒？マジかよ。え？おめえら何の話してんだ？聞いてくださいよ、難波のやつが。言うな言うな、ダメだ。ほら、マスターは仕事に戻って。おかしな奴らだな。いや、ついつい高級なボトルの雰囲気に飲まれて勘違いしちまったんだよ。わかるだろ、思い込みってやつだ。でも取り越し苦労だと分かってよかったじゃねえか。いや、だけどよ、こんな恥ずかしい話はないぜ。なあ、一番、この言葉絶対足立やさっちゃんに言わないでくれよ。頼む。分かったよ、内緒にしておくって。俺たちだけの秘密だぜ。なあ、その代わり一杯おごれよ。一番安いウイスキーをな。うん、任しとけ。見た映画のロケ地だ。浜の恋人ってやつ、誰か見た人いない？いや、仕事で映画なんて見る暇ねえな。そんな金あったらカップ酒買うぜ。去年って言ったら俺まだ無所の中だぜ。聞いた私が悪かったわ。春日さん、無料体験を始め、ね、それではどの資格を受験しますか？こちらの資格で頑張ってくださいね。